りって楽しい。皆さんこんにちは。今回ご紹介するのはみんな大好きフライドポテトをもっとヘルシーに食べたいということで、海外の SNS で話題スマッシュドポテトをご紹介します。ソースも豆乳でヘルシーにしてありますので、最後までぜひご覧ください。材料はこちらになります。切って焼くだけととっても簡単ですので、皆さんもぜひ作ってみてください。それでは行ってみましょう。まずじゃがいもを4個カットしていきます。四つ切りにしていきましょう。切り終わったら耐熱容器に入れてラップをかけてレンジ600ワットで9分加熱します。取り出したらラップを剥がしておいてください。全部入れて混ぜるだけととっても簡単なソースになっております。このようにしっかり混ざったらもう一度レンジで加熱して、このように伸びればソースの完成です。オーブンを240度に予熱しておきましょう。この間に鉄板にクッキングシートを貼り、じゃがいもを並べていきます。全部並べ終わったらカップの裏などでじゃがいもを全部潰していきましょう。意外と硬いのでしっかり潰していってください。潰し終わったらオリーブオイルをはけて表面に塗っていきます。塗り終わったら上から塩をかけていきます。オーブン240度で35分焼いていきます。焼き上がりました。こんがり美味しそうです。ポテトの断面の撮影に入るのですが、とても熱くてなかなか OK が出ないところをノーカットでご覧ください。3回目でやっと OK が出ました。豆乳チーズソースでいただきます。いかがだったでしょうか。外はザクザク、中はホクホクで芋の旨味がギュッと詰まったポテトになりました。食と健康を論文ベースで解説しているブログを始めました。詳しい情報は概要欄に載せてありますので、皆さんご覧ください。また次の動画でお会いしましょう。